ディープジュエルス TV。 イエーイ、こんばんは。はい、この番組は TV ライブオンラインがユーストリームを使って全世界に発信する参加型公開生放送番組です。まずはじめに自己紹介します。 MC の茂木康子です。よしよし、自分で井の一番に握手しながら、新しい、はい、同じく MC しています、平田です。よし、シーブリーズを信じる季節が来ましたね。沼田です。よし、信じる、シーブリーズを信じてますから俺。どういう汗かいた後とかは。なるほど、はい、これさえあれば匂わないんじゃないかと。頼むぞって言ってからつけてますから。なるほど、こうスースースー、はい、エチケットです。でも結局汗かきますよね、暑いとね、あれつけて。汗かくけど匂わないってこと。そうです、信じてます俺は。なるほど、わかります、はい、はい、この番組は、はい、女子総合格闘技団体ディープジュエルスに出場する選手たちの魅力をくまなく伝え、ディープジュエルスをみんなで盛り上げようという番組です。よし、茂木さん、はい、ディープジュエルスどんな団体なんでしょうか。待ってるからね。すいません、はい、女子の総合格闘技の興行を行う団体です。はい、そしてこの番組は参加型公開生放送ということで、視聴者の方から声は届いてますでしょうか。現場の沼田さん。沼田さん、お、はい、どうも。ああ、今日は遠いですね。鹿児島あたりでしょうか、今日は。小倉真央 AAA さん。はい。夏は匂いの季節と。ああ、ね、なるほど。大体一発目のコメントは、なんか俺の気使ってくれますね。そうですね。みんな気使ってくれ、はい、俺のフォローみたいな。フォローしてくれます。ありがたい。滑ってないよ、沼田さん的なね。はい、聞いてるよ、俺はちゃんと聞いてるよ。温かい、温かいですね。ありがとうございます。はい、はい、皆さん、ログインしてたで、どんどんコメントのをいただければと思います。よろしくお願いします。はい、そして本日は杉並高円寺にあります、リトルウィングさんより、公開生放送でお送りしております。それでは、お店の店長さんに登場していただきましょう。店長兼ロックバンドレプリカのギター P さん。イエーイ、イエーイ、レプリカ T シャツ。本当、レプリカ T シャツだ。本当だ、レプリカ T シャツ売ってるんですか。それは売ってないんです。あ、売ってないんですか。身内だけですか。そうですね、ライブ前、以前やった時のライブの限定で、もう完売しちゃった。その野生爆弾の川島さんも来てるんですよ。あ、そうなん、なんですか。まあ、お友達なんですか。送って、あ、マジですか。隠れ口のファンっていうので、そうなんですか。あ、そうなんですか。すごい、こっちがファンなんじゃなくて向こうがファンなんですか。なんかあの小峠さんとバイキングの小峠さんが2人ともで、あの写真を送ってフェイスブックにこう、すごいですね。どういうつながりでファンになったんですか。それよくわからないんですよ。昔のリスナーとかですよね。でしょうね、はい、ああ、なるほど。すごいですね。すごいんですね。レプリカ。すごいんですね。すごいんですね。すごいんですね、レプリカ。まあ、YouTube でね、検索してもらえる。ああ、そうですね、YouTube で。なるほど、レプリカ、これで検索していただければ出てくるということですね。REPLIC。なるほど。はい、ぜひ。お店の方はどうですか。お店の方ですね。全く。そうですね。町の味。お店のこと全く触れずみたいな。上げてますと、上げてます。暑いけど上げてますと、関係ないですね、夏でもね。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、店長兼ロックバンドレプリカのギター P さんでした。ありがとうございました。やっとちょっとなんか情報が、そうですね、かすかでしたけど、かすかに降りてまいりましたね。ちょっと出しですね、はい、ちょい出しですね、はい、はい、いいですか。はい、さあ、というわけでお待たせいたしました。本日のゲストに登場していただきましょう。はい、本日のゲストは初登場、BB メイ選手です。イエイ、こんなしー、生はなし、BB なし、BB なしでしょ。テンション上げていかないとなし。なんですか、これ。どうリアクションしていいかわからないですけど。私もなしいやいやいや、でもやめてください、2人で。すいません、2人で2人だけで。どう自己紹介絡んでいいかわかんないです、はい、BB メイ選手は B 選手でいいんですかね。 B ちゃんです。 B ちゃんで、 B ちゃん、 B ちゃんで、 じゃあ B ちゃんで、はい、いや
もう一生出てもらえないかと思いましたけどね、この番組には、ね、なかなかね、うん、出ていただきたかったんですけど、そうね、ディープジュエルス決まる前にもちょっと思ってたんだけど、なんか予定がね、他の選手との予定が合わなくて、ちょっと難しいなみたいな。私はいつ呼んでくれるのかとずっと待ってたんですね。言ってーす、すれ違いです、あれすれ違いだったね。あららら、相思相愛じゃないですか、ね、うもっと早く告白すればよかったで、僕、あれなんですよ、僕、女子格見たのって旧ジュエルス の、 あの一番最後の興行が、はい、初めてだったんですけど、あの時にあの B ちゃんの試合を初めて見て、おかっけーと思って、本当にかっけーと思ってたんですよ。あれはあの韓国人ってやった時、はい、なかなかでもその後日本であの試合を見る機会はなくて、でこの間日本で久しぶりに試合が見れて、はい、そして今日もこうしてゲストに出ていただくことができて、本当に本当に強烈至極に存じます、本当に、ありがとうございます、新しいみたいな、新しい、新しい、何ですか、みんな引いてる引いてる、このテンション何ですか、上げていくらしい、上げていくらしい、女子大生で女子格闘技とか女子プロレスを論文で研究している方も今日見に来てくださってるので、やべ、ちゃんとしなきゃ、そのお客さん来ました、いらっしゃいませみたいな、彼女は結局アホだから疑ってるんだみたいな、そういう論文がない、そんな、はい、そうですね、はい、夜でもさ、はい、こっち側からちょっと、うん、こっち側、はい、まあ、そんな B 選手ですけども今回あの初登場ということなので、あ、こっちはカメラの前なんで、うん、そっちからごめんなさい、あの初登場なので、はい、まあ、この間前回 の、 あの試合のこと、振り返った後に、いろいろプライベートのことなんかもちょっといろいろ聞いてまいりたいというふうに思います、聞いてらしい、コメントいいですか、はい、小倉真央 A さん、はい、BB さんの帽子いいな、あ、これありがとうございます、三木雄桜井さん、B 選手は格闘技界の小さな巨人です、あら、オロナミン C 的な小さな巨人、そうか、緑健二ってね、あ、極真ですか、極真です、ああ、そっちを思い浮かべちゃうんですよね、あんなに蹴れませんけど、武道家の B 選手としてはね、 B ちゃんですね、B ちゃんもありがたいですね、ラザギンさんも、はい、今日も楽しみです、はい、ありがとうございます、目の前にいますけど、楽しんでてください、もうそう言われるともう進めたくなくなっちゃいますね、なんでやねん、出ましたね、まあ、今回もですね、ちょっと試合前日の計量の、関さん、そして B ちゃんのちょっと計量の様子を動画に収めているので、ちょっとそちらからご覧になっていただきたいと思います、はい、それでは VTR スタート、47.15 ですね。OK です。はい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 。47.75 OK でしょ、はい、というわけですね、はい、衝撃映像でしたね、細い、ね、いや、いい体ですね、いやらしいな、いやいや、そういうふうじゃないですか、田さんが言うとやめてください、どこ見てんですか、やめてくださいみたいな、そうだな、発言に気をつけないとな、そうです、茂木さんってあれですよね、毎回これ見てるわけですね、当たり前ですけど、前日計量、はい、女子のね、楽しくないですか、
女子の、はい、楽しい、まあ、女子のっていうか楽しいっていう意味をしてるんですけど、どういう意味ですかそれ一歩間違えてやばいです。違うあのコンディションとかもみんなキレッキレの体で来るじゃないですか。いや選手はでも気使いますよ。楽しいよりやっぱちょっとみんなピリピリしてるし、あなるほどやっぱ、うん、写真とかお願いするのはやっぱ気使うし、あ、まあ、確かに写真は気使いでしょうね、うんうん、だからちょっと、うん、やっぱそあんま楽しんでないです正直。僕だからここ3体回ぐらいあの前日計量にちょっとお邪魔させていただくようになったんですけど、やっぱこう体つきとか、あの本当こういうとちょっと失礼になるかもしれないんですけど、こうあのパドック的な感じですか。あなんかすげえみんな体ツヤがあの人切れてるなとか結構人にねいろいろ分かるじゃないですか。そういうのがすごいな、なんかすごく楽しくですね。で、T 選手か。なんか体切れてるし、切れてるけどでかいっつうか、綺麗にカットが出てたよね、すごく。私、あの計量終わって写真撮らせてもらった時に、はい、あ写真撮りたいみたいな。ですか。なんか自分、イメージはもっとなんかボコボコしてるつもりなんですけど、写真見るとなんか、あれそうでもないな。写真難しいんだよね、光当たっちゃうとね。うね、影がもうちょっと映るように撮らないと。線描いてるんですよ。ね、そうだね。上からも光がいいですよね。そうですね。ちゃんと影がこう、影がこうなるようにちゃんと出るんだけどね。今回あれですね、48キロ級の試合をしたの日本では初ということで。初ですね。なんかそういうのもあってかちょっとわかんないですけど、その関さんとちょっと体のサイズがちょっと違ったなっていう感じもあって、あのどうなんでしょう、2ヶ月あまりこう前回の試合から間を置かないで試合なんで、そのウェイトコントロールとかその辺っていうのはやりやすかったですか。やりやすかったつもりなんですけど、はい、そういう予定でいたんですけど、はい、あれみたいな、結構きつかった。あ、もっともっと楽にいけるかなと思ったら、意外とやっぱりちゃんと汗出さないとダメなんだみたいな。もう結構上野公園のあたりいつも走ってるんですけど、はい、もう最後すごいみんなドン引きですよね。上野公園にこう観光できてるとか、はいはい、汗だくなのにね、なぜか厚着してる女性が。そう、汗だくでもうなんかちょっとフラフラして、でなんかペットボトルとか持ってるんですけど、もうなかなか飲まない。女の人だったらね、なんかスポーツやってるのかもしれないけど。確かに全然気持ちよそうにランニングしてるその辺の人じゃ明らかにちょっと空気感が違うわけだ。暑いのにニット帽みたいな。はいはいはい。そんなに暑くて嫌なのにやめりゃいいじゃんみたいな感じのね。西郷さんより見られてる。ちょっと、もうちょっとね、本当。なるほど。まあじゃあ意外と、まあ、やっぱり、まあ、大変は大変だったと。大変でしたね。いうことだったんですね。なるほどなるほど。まあじゃあちょっとあれですね、ちょっと試合の方にも話を移してまいりたいなと思うんですけど、はい、今回ディープジュエルス初参戦じゃないですか、はい、ディープジュエルスになってから、はい、なんか特別そういうのを意識したりとかってありました。うーん、そうですね、まあやっぱなんだろうな、まあ、海外でもちょっとあの試合を経験させてもらってきてたんで、はい、まあなんていうんですか、そこら辺の、まあ、経験というか、はい、そういうものを、そういうのをちゃんと常に勉強してきたぜみたいなのもこう見せつつ、アグレッシブに行きたいなって、こうやっぱ女子の面白さを伝えたいなっていうのはやっぱありますよね。なるほど。経験値の違いみたいなのを出せればいいな。まあまあなんていうんですかね、まあそういうのも、まあ、ちょっとありますけど、はい、まあとにかく盛り上げなきゃみたいな。ああなるほど。僕あのこの番組でも事前に言ってたんですけど、僕この試合一番楽しみにしてたんですよ。本当ですか。はい、で、あのもちろん B 選手が強いのはもう100も承知なんですけど、あの関さんがどんだけ食らいつけるかっていうか、あの僕は結構もっといくあのフルランドぐらいまでもしかしたらいけんじゃないかと思ってたんですよ。まあ、関さんすごい伸びてきてるの、そうですよね、私も結構ねえ、どうなの、はい、っていう。たらですね、凄まじい強さを発揮しましたね。全く歯が立たない感じで、ちょっとびっくりしちゃう。びっくりしましたね。でまずあの入場から
アイアンマンで入場してきたじゃないですか。かっこよかったっすね。あれやっぱロード・オリアーズを意識してアイアンマンで入場したんだけど、それやっぱりロード・オリアーズですよね。だからブラック・サバース。アイアンマンらしい。そんなトゲトゲじゃないなし。怒ってますよ、なしが。怒ってるなし。それを言われると僕本当にリアクションが止まっちゃうんで勘弁してほしいんですけど。なし知らないの？子供いるのに。なしは知ってますよ。うなしは知ってますけど、このテンションで、それで喋られるとも何て言うんだろう。僕はなんとかなりって急に言われたら困るでしょ。だってなんて、まあはい、えって感じになるけど、確かに殺す気は知ってるけどっていう感じになるでしょ。確かに確かに。まあそんな話はどうでもいいんですよ、はい、アイアンマンだよね。アイアンマンって何なんですか。アイアンマン何なんですかと。何なんですか。コスチュームの色がアイアンマンも意識したのどうのこうのってあったから。アイアンマン知らないんですか。赤だからあれでしょ、 WWF ってかのリージョン・オブ・ドゥームの。え、そうなのみたいな甲冑でしょっていう。そうなの。誰も分かってない。このネタ誰も分かんない。ロード・ウォリアーズは昔 AWA だったんですけど、 WWF に行ってからリージョン・オブ・ドゥームに名前が変わって、あのコスチュームもちょっと赤が入ったんですよね。黒じゃなくて、黒じゃなくてちょっと赤が、ちょっと困った顔してる人がいますよ。ちょっと何を言ってるんだこの人。まあすいません、どうでもいいですね。アイアンマンって何なんですか。すいません、それでアイアンマンって何なんですか。アイアンマンはもうヒーローですよ。ヒーローですよ。アイアンマンはロバート・ダウニー・ジュニアですよ。ロバート・ダウニー・ジュニアで社長ですよ。社長、社長ですよ。ちょっと僕だけじゃなくてここにも一人ハテナマークが頭の中に今ポコってハテナって出てましたね。アメコミですね。アメコミ、あ、マーベルっていうの、はいはいはい、アメコミのヒーローものみたいな。そうですね。それをこれです。あらららら、これです。あ、そうなんですね。よういいですね。じゃあ私マーベル好きなんですよ、めっちゃ。へえ、たまたま偶然。あ、なんか見たことありますね。なんだそのなんだ見たことあるっていう発言は。軽いもの。軽いもの。マーベルなめんなこら。スパイダーマン的な。まあ同じ。ヒロインブサイクじゃん。まあ同じマーベルです。そういうことじゃないですか。同じマーベル。そのアイアンマンをこうベースにして作ったコスチュームだったんで、アイアンマンに入場したんですけど、なんか私の知り合いの人もすごい盛り上がって、はいはいはい、すごい喜んでて、はいはいはい、よかったよ、ロード・ウォリアーズ、はいはいはい、って言われて、え、いやもう走って入場してくるかと思いましたね。全速力で全速力で走ってきて、あの一番サードロープの下からこうスーってこう、ああ高さがね、ちょっと足飛ぶな。いやでもあの本当アイアンマンキャラに合ってるんで。あれ、え、だって、いや、アイアンマンが分かってないのに。いやいや、あの入場曲ね、曲の話です。これは分かんないですよ。あの曲と B 選手のキャラが合ってるんで。でもすごいよね、その前のコスチュームもね、キックアスっていう。そうです、アメコンのキックアスのヒットガールっていうのをベースにしてたんで、その曲で入場してたんですよ。なるほど。マーベル好きか。マーベル、アメコミ好きですね。ちょっと思わないですね、共通点というか。はあ、わあ、まあそしてちょっと試合の方にですね、はい、ちょっと流されました。すいません、平田さんの目がものすごい泳いでました。もうちょっとね、視線が違うんですよ。僕分かんないんだな。もうね、そこのアメコミの話、アメアミコメ、アメコミ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 の話がね、髪型かって、膨らますことができない。できない。ちょっと試合展開の方にですね、ちょっと映ってまいりたいと思います。いいでしょう。コメントいっぱい来てますよ。はい。お、先にじゃあコメントいきましょう。はい。伊予桜井さん、はい、いつも応援団がお連れ駆けつける B 選手、人徳がありますね。おー、人徳がありますね。みんな声が大きいから、10人が20人の声に聞こえるんですよ。いいです、いいですね。それでいいんですよ。20人が40人になるもん。ありがとうございます。野村真央さん、何にしても入場曲かっこいいのは A はね。おー、A はね。A はね。はい。あ、終わりですね。はい。終わり？じゃあ、ちょっと試合展開の。おなじみのあの達也圭さんのツイッターからちょっとツイッター拝借してまいりました。あ、パクツイじゃないですか。はい、パクツイです。BB メーター関由紀子、1ラウンド3分17秒リアチョークで B 勝利と。関軽快なフットワークで左ジャブ入れるも、BB しのいで膝入れタックルでテイクダウンし強烈なパウンド連打。関達も BB タックルから、コーナー詰め膝入れテイクダウン狙う。関パンチ返すも BB タックルでテイクダウンし
バックからリアチョークソーですね。いや、ほんとバックに回ってまさかそのまま回っちゃうのっていう、あの関さんがっていう、そして本当にそのまま回っちゃうっていう、あの衝撃っぷりったら、なんかどうですか、事前になんか作戦みたいのってはあったんですか。関さんはなんか最近あの打撃がすごい鋭いなと思ってたんで、はい、あまりこう見合わずに、まあ、いけるところがあったら自分も打撃出すし、でも基本的にはまあ、1本取りに行けたらいいなと思ってたんで。ああ、なるほど、はい、じゃあ結構作戦通りの動きができたみたいな。まあ、そうですね。あ、はい、なんか見ててその前の試合のまるで鬱憤を晴らすかのようなそんな風に見えてしまったんですけども。そうですね、なんかまあやっぱこう海外の選手とか別にこう綺麗に綺麗にやってパウンドも綺麗にとかあんまそういうんじゃないじゃないですか、はいはいはい、もうなんかごちゃごちゃの中でも思いっきりいくから、はいはい、そういうの必要だなと思って、はい、そういう風に動けるようにちょっと意識はしています。あ、なるほど、はい、で終わった後にマイクで、まあ、とにかく日本の格闘技を盛り上げたいっていうことと、はい、女子の総合格闘技もこれからよろしくお願いしますってことをおっしゃられてましたけど、この辺のコメントもやっぱり海外の試合を経験したからこそ出たコメントなのかなって思ったんですけど、その辺っていかがですか。そうですね、まあ、まずこう日本のそのなんていうんですか、やっぱホームで試合する、こう海外でやってきたからこそこのホームの温かさっていうか、うん、っていうのを結構すぐ感じたんで、はいはい、それで、まあ、本当、まあ、海外で試合することも大事だけど、やっぱ日本でも、まあ、日本人としてなんかお役に立ちたいなっていう気持ちが結構強くなりましたね。あ、本当ですか。あ、面白いもんですね。ありがとうございます、うん、まあ、僕はありがとうございます。お前何様だって今何とも思わなかったけど、言われて今そうですね、日本代表として日本のね、ハールとして本当にありがとうございます。まあ、なんか本当今回の大会って井選手の試合もそうなんですけど、今までこう着々とこう実績積み上げてた方がこうなんかこう、まあ、ベテランっつったらちょっとあれ失礼なかもしれないですけど、よりもこう、もうベテラン強しっていうのをこう、まあ、ベテラン勢が熱い試合しましたよね。そうですね。それで、まあ、だからこそそのちょっと勝負の残酷さじゃないですけど、そういうのを感じたからこそ、うん、まあ、ドラマじゃないです、その背景みたいなのを感じて、それがまた余計ちょっと今回の試合楽しかった、面白かったなっていうのをなんか感じてしまった。一本が続くとは思わなかった。そうですね。なんか見に来てくれた人たちも、男子の格闘技見てるより今回の方が面白かったって言ってくださる方がいて、ちょっとすごい嬉しいな。いや、なんかね、本当にね、今回したいね、ドラマというか、ストーリーみたいな、選手の気持ちみたいなすごく今回は感じたんですよね、なんかね。なんか動きのある試合が多かったですよね。そうですね。見てても全然なんかみんな飽きなかったって言って、なんかね、終わってから選手個人といろいろメールそれぞれしたりするんですけど、はい、みんなやっぱり盛り上げたくって頑張りましたみたいなことはみんなすごい言ってくれるから、はい、まあ、もちろん前から思ってくれてたとは思うんですけど、はい、それがやっとなんか形になってきたのかなっていうのは感じますよね。なるほど。なるほど。まあ、そんなちょっと今回の大会を振り返る意味も あってですね、ちょっと試合後の選手のコメントを集めた V がありますので、ちょっと B 選手はですね、売店の方に行かれたので B 選手のコメントはないんですけど、何やって、なんか暮らしい、何、その他諸々の選手のちょっとコメントがありますので、こちらご覧いただきたいと思います。 VTR スタート。本日はおめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ前澤選手からいかがでした、はい、試合を振り返って。いや、もう今まで一番本当に手足長いブリコさんの対策めっちゃ練ってきて、でもやっぱり試合になると緊張して出せないかったりとかなんですけど、今まで応援してくれた人たちのことを考えて一生懸命やりました。本当にブリコさんが試合してくれて感謝します。皆さんもありがとうございました。おめでとうございます、はい。じゃあ美代子選手いかがですか。はい、高田の美代子です。今日、まあ、試合が決まったのが急だったんでコンディション作りがちょっと大変だったんですけど、無事一本勝ちできてよかったです。あ、
ジュエルスタオルをアピールしていただいてどうもありがとうございました。でもないです。また買っていただいて、はい、またアピールしてください。ぜひ次もアピールできるように頑張ります。はい、はい、じゃあお二人ともどうもありがとうございました。おめでとうございました。すごい緊張したんですけど、なんとか勝つことができました。あれマイク自分で握ったんですか？はい、自分から握ったんです。違うんですか？あ、そうなんです。で、本当は今日応援来てくれるはずだった子が実は10日後に出産予定で来れないって子がいて、なるほど、その子に勝利をプレゼントできたんです。なるほど、いや素晴らしいです。またじゃあクレイジーな練習ぶりを見せてください。はい、また朝から練習します。おマジですか、はい、クレイジーです、はい、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。ハチさん、リング上だと饒舌なんですね。いや、そうですね、なんかちょっと早く回りましたね。いや強かったです。ありがとうございます。いや どうですか、3ラウンドかかりましたけど。そうですね、できればそれを早く、まあ、できればよかったんですけど、入場は確かに、まあ、勝ちの内容が確かだったんで、まあ、これを今度、次は早く仕留めるように、できるように頑張るというそうです。いい感じでしょ。また次頑張りたいと思います。はい、お疲れ様でした。おめでとうございました。いやーというわけですね、衝撃映像でした、衝撃映像2でしたね。いやーもうエラウー選手がすごいいい人だったっていう話題でこっちだもん。エラウー選手のコメントも欲しかったんですけどね。ありがとうございます。どうですか、コメントとか来てますか？はい、いい選手は何気に S カップでも準優勝してるのがすごいと、うん、何でもできますよね。何気に、本当に、まあ、そんな本当に、まあ、そんなコメント B さんはなかったの？だから売店行っちゃってたから。あ、そうそうそう、売店行っちゃったからね。本当取りたかったんですけど、ちょっと商売の欲が出て。あ、なるほど、勝ったし売っちゃえみたいな。なるほど、勝った分勝って、ね、ここで売り上げがなかったら帰れない。なるほど、一番いいとこだからね。そこね、売る時はね、まあ、そうなんだ、ね、みんなも会いに行きたいしね。そう、うん、そう、そういえば僕はあれなんですよ、 B 選手を試合はさっき言った旧ジュエースの最後の大会初めて見たんですけど、試合から降りた後初めてこう近くで拝見したのは藤野さんの T シャツかなんかの、うん、売店のスタッフの時に拝見したんですよ、はいはいはい、で確か一人でこうなんか売店に行かせられて、なんか物だけ持たされてお釣りもないみたいな状態で、そうそうそう、好きやじゃないですか。そうなんか俺ちょっとどうすればいいのみたいな感じだったんですよ。なんかみんな来るんですけど、予約した何々ですと来るんですけど、もうあ、とか言って藤野さん何の準備もしてなくてなんかね、そのリング上の姿と全然違ったんで。いや、それは違うでしょ。これなんか B 選手に似てるけどB 選手のなんか違ったらちょっと失礼だなと思って声かけれなかったんですよ。この名札つけて、その説はすいませんでした。そんなじゃあ B 選手初登場ということなんで、はい、いろいろちょっとプライベートのことなんかも聞いてまいりたいと思います。番組から、10の質問ということですね。そうなんですよ、見てください、この写真とかも、これ試合の写真で、これとこれってなんか印象だいぶ変わりません？なんかそのこれ古いってそれバルキリーバルキリーのトークショーやった時のね。そうですね、うん、平田さんなんかそういうチョイスしてきますよね。はい、そうですそういう写真のチョイスをしてきます。そうなんです、ネタになる写真を持ってくるんですね、僕の若い、そうですね、まあ、10の人も、いろいろ、聞いてまいりたいと思います、はい、あれですね、B 選手は小学校低学年の時にアメリカに住んでらっしゃったって、はい、Yes, it is. お Yes, it is. 発音が違いますね、僕もだから BB メイって最初これなんて言うの、 VV って読むのかな、それとも B なのかな、 B これで V でも B って言ってお前何言ってんだよって言われたら恥ずかしいからでもちょっと V とも言えないって、なんて呼んでいいんだろうっていうのは最近でも、あ、BB でいいんだなっていうのがようやく分かってですね、その由来も聞きたいですけど、そうですね、リングネームの由来、はい、由来はですね、最初 B 初めだったんですよ。そうですね、はい、1って書いて、はい、そうです。で、柔術の試合出てる時に V1 アームロックで勝つことが多かったんですよ、はいはい、それで V に1を漢字の1にして初めてやってたんですけど、はい、初め、はい、そうで
でなんかね、なんていうんですか、選手の情報とかこうネットでいろいろ出てるときに海外だと本名なんですよね。そうなんですよ。そうだよね。本名で、まあリングネーム間にこうちょんちょんとかって入れますけど、でも B 始めてどこにも本名な名前と絡んでるものがないなと思って。初めってね。そう。男かよって感じですよね。なんかそれで本名を絡めたいな、ちょっとだけ入れたいなと思って、でメインを入れて B をもう一個入れちゃうみたいな。なるほど。このね、どこに点を打つんだっけってね、いつも思ってます。僕も点が入ってること、間違えちゃいけないと点が入ってるの今回初めてでした。ああ、そうなんだ。そう、点、まあ、B と B の間に入るのが分かる。 そうそうその後にも点入ったっけっていつも思ってたまにあるんです。これを間違えると多分あの富士の笑みの実の字を間違えたと同じぐらい多分攻められますよね。こっち、これはこの点もいらないですよ。これもこのね、これえそうなんですか。そうですよね。これミスですね。あ、そうか。ここをブランクにしなきゃいけないですね。これそうしよ。パスワードだったら大変ですよ。そうですよ。まあ全然ログインできてないですよ。もうウイルスだと思われる。ウイルスですよ。地方ですよ。すいません。沼田さんまでそっち側に。ひどいね。唯一の味方な。全然違う角度から攻められる、ね。で、あれですか、アメリカに住んでらっしゃったという。はい、はい、そうです。これはなんかあれですか、なんか仕事の関係とか。そうですね、親のなんかいろいろあって。あ、そうなんですね。はい、なんか知らない間に連れて行かれて。へえ。あのよく外人選手のね、アテンドしてるもんね。うん、あ、そうです、そうです。海外から来た選手、はい、日本に来た選手がアテンドしていただいて。もうじゃあその頃からもう基本もずっと英語はペラペラって感じですか。いや、最初行った時は。ハローしか言えなかったです。ああ、福山のびっくりな感じで、はい、大人になってからも行ってたよね。あ、大学も、はい、大学も留学でですね。はいはいはい。小学校の時なんか何も準備せずに行って、はい、で英語が喋れる。トランク一つで行ったわけですね、アメリカ。そうです、はい、矢沢永吉スタイルで家族で行ったんだけど。そうそうそう。まあでも子供だから知らない間に喋れるようになって、でそしたら日本語忘れちゃって、はい、で日本戻ってきて、はい、おーみたいな、日本人で、よくいますよね、外国の方で、ここは日本だぞっていう感じなのに英語喋れないと分かるやな、おーみたいな、そうそう、そういう感じですね。そういう感じで、はで日本語もちょっとずつこう勉強して。はいはいはい。で今もちょっとなんか中途半端中途半端じゃないでしょ。カタカナが弱いんでね。カタカナは本当読めないんですよ。カタカナは前後しちゃう、勝手に。もうじゃあこれとかも これとかも読めないですよ。ビービービー読めるでしょ。老眼じゃないですか、これ。老眼見えるか見えないかって話になっちゃうね。なるほど。でもこんだけね、でも日本語変だなと思ったことないよ、私。本当ですか。メールでも喋ってても、だからカタカナダメって聞いてすごい意外だった。カタカナだから読むときにバーって読むと、もうなんかこんな感じ。ああ、どれがどれか、ごっちゃになっちゃう。ドラえもんって書けないんじゃないですかね。もうドラモモエン。どっからカタカナ。ドラモモエン。絵が確かひらがなかなんかでしたね。絵もからひらがな。そうそうそう。絵を間違えて。初めて会った頃が多分大学出て少ししてからぐらいだった。そうそうそう。そうなんかそう、私が初めて会った頃は、僕は多分拾ったけど、ドラえもんネタも分かってなかった。初めて会った頃はそう、まだ日本にまた大学終わって戻ってきたばっかりぐらいで、その頃は結構日本語ちょっと不自由そうだったね。そうなんですか。僕も日本人だけど、多分日本語通じないのかな、片言じゃないとダメなのかなと思いながら接してた。あの合間に差し込んでくる英語がすっげーあの発音いいタイプの、独自女なんだと思って、パーソナリティーバナナとか言っちゃう、ね、話しかけていいのかどうかいつも悩んでたもん。本当ですか、うん、マクダーナルこの間ジワヤするみたいな。この間も思い切り見たやつ。いや、なんかそういう人いるじゃないですか。わかりますよ。ホームパーティーをよくしてるような人。そうなんでしょうね、きっと。じゃあちょっと次行きましょうか。はい、あれなんか筋力はやたらある子供だったっていう噂を。筋力はそうですね。当時から。そうそうそう。はいはいはい、子供の子なんか。なんか お母様がお母様がおかしいですね、今の、はい、
マダーが、マダー、グレンマーが、おばあちゃんが、なんか B 選手を鉄棒にこうぶら下げて、子供だからぶら下がるじゃないですか。ずっとギュッとしたらそのまま気づかないで世間話にこう井戸端会議に興じちゃって、そうそうそう、ずっとブラザー立派にしたまま、よ4歳とか3歳とかそんなもんですか。3歳ぐらいですよ。なんで降りなかったの、はい、なんで降りなかったの。いやいやいや、3歳ってもうなんか高い、はい、降りれなかったのか、運転みたいなのあるじゃないですか。でそこにぶら下がり作業ママみたいな感じで、ぶら下がり作業ママみたいな感じでしょうがないわねメインみたいな片手だけど でやってで、おう、イエーイみたいな。で、そのまんま江戸端会議し始めちゃって、で、私降りたいけど高いから多分怖くて話せない状態でそのままずっとずっと。それは実は謎の鍛錬だったんじゃないですか。そうです。あ、お母さんの、まあ、なるほど。で、なんかあとやたらでかいなんか積み木をこう持ち運びしてたっていう、ね、当時なんかちょっとあのバブリーな時期だったじゃないですか。だったじゃないですか。もう私も大人だったけどね。あれですよ、だからあの石田純一とかが多分ドラマに出てた時代ですよね、きっと。ああ、ちっちゃい子分かんない、ね、そうか、分かんないです、だから積み木がなんかヒノキみたいな重いやつがあったらしいんですよ。すげえいい香りすらしてしまう、ね、それをすごい重いやつを、はい、持ち上げて、はい、なぜかわざわざ2階に持って上がるみたいな。ああ、それをやらされていたの。いや、もしかしたらそうかもしれないけど。ピラミッド作る人じゃない。そういう労働、労働何か作っていたのかな。その頃から鍛えられ、あれなんですよね、なんかお母さんレーサーだったんですよね。そう、バブリーだったから。レーサー、レーサー、車の、バイクの、うーん、車かな、でもバイクも乗ってたり。すげえ。いやいや、そんな、だから多分英才教育をきっとされてたんですよ、きっと、ね、気づかぬうちに。そして今は、計画だった今、ね、趣味はということですね。趣味は、趣味は格闘技やってない時どんなことやって私、最近はですね、はい、時代物が好きでして。時代物、時代物、大河ドラマとかを。ああ、日本の歴史を大好きなんで。ご存知なの？例えばどんなの？今はまあ今軍師官兵やってますけど、篤、はいね、はいはい、姫も全部見たし、まあ、そっか、なんか今天地人を見てるんですけど、軍師官兵衛とこう両方見なきゃみたいな感じで、あ、分かんなくなっちゃうね、こんがらがっちゃうね。なんかこっち見てこっち見てみたいな、うん、なんかつながりが、つながりがどっかで分かってます。最近だから NHK が大好きで、なんかそれってあれですか、武道やってることなんか関係したりとかするの？あ、そうですね、まあやっぱ侍ですよね。お、侍ですね。侍、ウルヴァリンじゃダメだもんみたいな。ウルヴァリンはちょっとなんか違うね、編み込みですけどね。ちょっとそうですね、好きですけど、この間 の日本が舞台になったやつはちょっとなんかダメだったみたいで、私だから見てないんですよ。ウルヴァリンの話ですか？ウルヴァリン全然わかんない。マーベルのキャラクターです。次いっちゃいましょう。編み込みです。これちょっと興味ありますね。好きなタイプの男性、好きな有名人は。どうですか、こういう浮いた系の話。浮いた系の話、どうなんですか。浮いてます、浮いてるらしいな。好きなタイプは、スルーですね、そこは。好きな、スルーな。あの、好きなタイプは最近は芸能人で言うと、はい、坂井雅人。おー、はいはい、人気あるもんね、はい、坂井雅人いいよね。人気あるんですか。はい、でも、最近のドラマは私は全然見てなくって、リーガルハイとかはあんま見てなくって、はい、で、時代劇とかに出てくる坂井雅人が好き。あ、時代劇に出てるんですか。時代劇っていうか、はい、その大河ドラマとかに出てくる坂井雅人が好きです。倍返しは見てないですね。倍返しまだ見てないです。ちなみに時代劇だとどういう役柄で出ることが多いんですか。篤姫では将軍役で出てます。ああ、なるほど。だって篤姫で神田美穂と知り合って結婚したんだもんね。そう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 、その時のが一番好きですね。ああ、そう、やっぱり将軍様には弱いということですね。戸倉真央さん、はい、この流れで好きな侍は、好きな侍とか、それと近いですね。侍、戦国武将なら誰が好きなんだ。戦国武将ですか。
いやでも私それなんかちょっとまだ決めきれない。誰と誰で迷って誰と誰で迷っちゃいます。2時間くれと、ちょっとですね、はい、私あのその武道の先生、お世話になってる先生がいらっしゃって、はい、もうどの侍があの一番強いのかみたいな、はいはい、すごい興味があって、はいはい、で聞いたんですけど、はいはい、やっぱその時代時代にやっぱ強い人がいたから、はい、それはやっぱ一概には言えないねみたいな。なるほど、虎とライオンどっちが強いみたいな、ね、言われて、はい、じゃあやっぱり私も決めきれないみたいな。決まらない結論に至った。そうなるほど。そういう、はい、らしいです。強いものが好きってことですね。じゃあなんかそのなんかこう潔いなんていうんですか、それがいいなみたいな。まあ、なるほど、かっこいいよね。かっこよく書かれてるしね。そうです、間違いないですね、うんうん、かっこ悪く書かれてる武将ってあんまりでもないから、だから どの人もかっこいいじゃないですか。多分悪かったであろう人もかっこよく書かれてるから、まあうん、なんかいいわって言ってちょっとね。茂木さん誰が好きとかあります？私織田信長好きです。信長いいです。僕は信玄ですね。信玄ですか。沼田さん誰好きですか？いや俺全然わかんないです。本当にマジですか？本当に歴史言えばいいんですよ。歴史ずっと2でしたから俺。歴史と英語はダメだって。歴史と英語2でしたずっと。マジですか？古典も2だったな。全部2じゃん。じゃあ次行きましょうか。AKB にスカウトされた。何？なんですかこれ。スカウトされた。スカウト、はい、スカウトは、ま、あの共演したことありますか、はい、共演した、まあ、これちょっとなんかあれなんですか、 E ファイトにこう書いてあっただけで、実際ただ番組でちょっと共演して、その時に社交辞令でそう AKB 入ったらいいじゃないですかって言われたって、そういう話だと思うんです、うん、そんなこと言われてもね、そんな社交辞令すぎてもう何とも思いませんよ。そんなことないですよ。でもほらなんかなんだっけ、富松さんのね、あ、応募したみたいなね。そういうのも私あれ聞いてちょっと私もやればよかった、やればよかった、ちょっと悔しかったんです。声かけなさいよみたいなね。そうそう、何勝手に秘密でやって自分だけだな。また次やりましょうよ。次やったらね、ジュエルスでみんなでそういうやる。そうですね、すげえみんながたいがいいっていう。やたらやたらジュエルスでなんか作ればいいじゃないですか、なんとか48の、ね、ああ、48人もいないけどね。まあ、48人いないからもう必然的に茂木さんにも入っていただくという何ですかそれ、か形になりますね。まあそんな話もあったということですね。そしてジャッキー・チェーンに憧れて格闘技を始めたっていう噂を聞いてます。はい、そうなんです。ジャッキー・チェーン好きだったんですか？ジャッキー・チェーンが大好きで、はい、もう大好きすぎて私も空手やりたいよって言って空手始めたんですけど、ジャッキー・チェーンは空手じゃなかった。そうそう、今話を聞きながらあれって思う。 K-1 マックスに出てた安井さんもジャッキー・チェーン好きが高じて格闘技始めたってますね。じゃあ映画とか好きだったの？ジャッキー・チェーンの映画大好きですね。でもなんかそんなすごいマニアなわけじゃないですけど、はい、なんかあの面白さがいいなみたいな。ああ、ちょっと笑いも入ってるみたいな。でもやることちゃんとやってるみたいな。そうですね。で大怪我しちゃうみたいな。そう、でもまたやるみたいな。なるほど。壊れた椅子を利用するみたいな。いや確かに斬新ですよね、ジャッキー・チェンの。あのユーモアが好きです。なるほど、はい、そっからじゃあ最初じゃああれですか、総合の思考はあんまなかったんですか？全くなかったです。なんでじゃあ総合やることになったんですか？騙された。騙されたのか。よかったね、騙された。そんなあれじゃないですか、まあ、私的には良かったなって思うけど。谷川さんに騙されたみたいな、そんな話じゃない。なんで谷川さんって騙されたの意味が違うじゃないですか。 K-1 ルールだと思ったらなんかミクスドルールだったみたいな、そんな感じですか？なんか、いやなんか、はい、空手ずっと立ち技しかやってなかったんで、はい、そのなんていうんですか、なんだろう、まあ、総合がすごいブームになってきて、はいはい、で、まあ、グレイシーとかがこう、はいはい、裸でベターみたいなしてるのを見て、はい、うわっ気持ち悪いみたいな、はあ、その時は気持ち悪い、そういう、そういうし、そういう感じで見てたんですよ、はい、で、なんかアメリカで出稽古に行ったらそこの先生が柔術もやってる方で、はい、で、ちょっとイケメンだったんですよ、はい、おそこ重要、そこ、そう、それで、で君もちょっと柔術やってみるかいみたいな感じで言われて、別にこの先生だったらまあちょっといいかな、この先生だったら密着してもいいかなと、まあ、まあまあ別にいいかなみたいな感じでちょっとやったら、
すっごい面白かった。へえ、もうその先生がイケメンだったおかげで、うん、皆さん TV 名先生はイケメンじゃないと新宿フェイスで先生がイケメンであることは重要ですね、やっぱり。いや重要ですね、うん、いや本当だって、うん、まあ、ちょっとあんまり言ったかなイケメンの方が代表のジムって女性多かったりしますもんね、本当に。例えば、いやそれは、それは言わないですまあ、所さんのとことかもね、繁盛してますもんね。まあ、所さんのとことか、だってあの山崎さんのとことか、あとハーツなんかもそうじゃないですか。なやじゃないですか、うん、まあでも確かに大沢さん教えてたらちょっと私も行きたいですもんね。でしょ、だから女子格闘家を増やしたかったら、ね、イケメンのインストラクターを増やせばいいんですきっとそれ大事です、全員イケメンですよ。一人じゃなくてね、一人じゃなくて、まあ、全員イケメンですけど、顔だけじゃない顔だけじゃないとか言っちゃったし、今全員イケメンです。なるほど、意外とそんなあの B 選手の思いもよらないあれだったんですね。そして格闘技始められてですね、辻選手から一本勝ちしたりとか、ファンクラスで初の女性でメインの試合を飾ったりなんかっていう輝かしい功績を残してますけど、どうでした、あの辻選手から一本取った時とかっていうのは、まあ、もちろん勝つつもりで試合やったと思うんですけど、そうですね、まあなんかあの時はなんもう9割方辻さん勝つでしょうみたいな感じで、こうそういう雰囲気があったんで、はい、まあそれにこうされないように頑張らなきゃみたいな感じですね。2度目だったんでね、2度目、そうです、2度目ですね。そうはさせないぞっていう、ね、そうですね、なるほど、そしてパンクラスでメインも務められて、これどうですか、すごいことじゃないですか。そうですね、最初なんか試合順のチラシをいただいたんですよ、はい、で一番なんか上に書いてあったのかな、はい、でんこれ上から1試合目かみたいな、はいはい、こうかなみたいな、こうあれこう腰やん、はい、こうあれみたいな、はい、そっか1試合目かちょっと頑張んなきゃなみたいな、はい、温めなきゃなみたいな、そうそうそう、はいはいはい、女子の楽しさ伝えなきゃなみたいな感じでいたら逆だったから、はい、信じられなかったですね。ウィンディ選手でしたね、はい、確かね、それでしかも勝ったということで、まあ多分結構大きな足跡を女子格闘技界に残したと思うんですけどね。はい、嬉しいですね。嬉しいですか、ありがとうございます。意外となんかこう柔らかい感じ。まあでも辻さん日本勝ちはね、選手の中で一人、ね、まあ、勝った人が少ない。あ、まあ、日本人で、あ、そう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 ですね、うん。当時は衝撃でしたよ、ものすごく。うん、タックル来るの分かってて、かわしてバックついて一本みたいなチョーク、もう狙ってたなっていうね。あ、そうですね。あれしかなかった。すごい作戦通り練習してその通りやったなみたいな。そうですね。本当あれ以外だって勝つ方法ないですもん、辻さん。あ、そうか。茂木さんずっとバルキリーからずっと一緒ですもんね。そうです。バルキリープロデューサーだったんで。茂木さんあれですね。グラップリングでも B 選手確か試合もしてますよ、ね。いつの話よ、恥ずかしい。もう恥ずかしい。それもアブダビ。アブダビの予選だよね。日本の予選で延長戦だったんでね。もうすごい前も何年前か覚えてないぐらい。いや、なるほど。まあそんな経験も経てですね。なんかコメントとか来てます？大丈夫ですか？大丈夫です。まあ思いっきり間を走りますけど、この間 PXG の試合があってですね。はい、なんか どうなんですか、その、まあ、試合はもう皆さんご存知の通りだと思うんですけど、いろいろ道中でなんかこうアクシデント的なことがいろいろあったって聞いてますけど。アクシデント尽くしですね。初っ端から、はいはいはい、セコンドの藤野さんが、はい、電車を乗り過ごして、セコンドが、セコンド、そう、乗り換えに間に合わなかったみたいな LINE が来て、遅刻したんですよ。セコンドが。セコンド遅刻して、はい、私もそわそわしながら、はい、こう空港のとこ並んでて、はい、そしたら、すごいなんかバカンスかみたいな服装で走ってくる藤野さん。ロングスカートです。ごめんみたいな。そう。はいはいはい、バカンスか。浮き輪持ちだよ。そのまま海かよ。そう。そんな藤野さんあんま見たことないですよ。スカート履いてるのあんま見たことない。ロングスカートで来ましたね。へえ。もう衝撃ですね。へえみたいな。遅刻よりそっちに気がいっちゃう。そう。もうあれですか、じゃあ。
頑張ろうねって言いながらすげえコパトーンの匂いがこう漂ってきたとかなんかね、そココナッツの香りね、ココナッツの甘い香りが漂ってきたりとか。なるほど、間に合ったの、一応も間に合ったんですけど、ビーチサンダルだ、ね、あとなんか海外の大会ってね、はい、よくあのホテルはどうとか大会の進行はどうとか減量はどうのこうのみたいなそんな話も聞きますけど、その辺でどうだったんですか。まあ、全然進行はあの普通に予定通りには行ったん で、はい、でそこら辺はあの心配はなかったですけど、ね、はいはい、うん、なんかあの減量するときになんかサウナでなんか一悶着あったって、一悶着じゃないですけど、そう、なんかサウナあのスポーツジムのサウナじゃなくって普通 の、 あのスパみたいなところに行って、はいはい、で体重落としてたんですよ。で体重計を持ってったんですけど、で体重測ってたらもうフィリピン人がもう長蛇の列を作って私も測らせてくれみたいなそれ自分のために持ってきた体重計、そう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 、自分のでこうやって置いて測ってたら、うん、おおとか言ってでどんどんみんな順番に測っていくんですよめっちゃうざい、そうで、あそうか体重計ないんだなみたいな。あまあ日本だったら当たり前にありますけどね、サウナ行きは下手では2つとかありますけどね。そうそうそう、でしかもみんな細いんですよめっちゃ私がこんなに頑張って落としてるのに、そうそうなのに40キロちょっとみたいな、ま、私よりも全然軽いとそうそうそう、こんな頑張って汗流してるめっちゃなのにサウナ入ってる何しに来てんだお前らという、そう、それ以上痩せてどうすんだみたいな、気持ちよくなりたいためだけに来てんのかと思って、それは腹立ちますね自分が。 そんなことちょっと上生さん、お父さんがトイレの場所わかんないでいますからちょっと案内してくださいね。じゃあお父さん、あお父さん、はい、すいません、まあそんなこんなもあって、なんかあとあれですか、あのサウン、あの減量家のリカバリー食のことでもなんか、そうそうさ、なんかフィリピンやっぱ果物安い、安いじゃないですか、ね、あそれでよしやったと思ってマンゴーをいっぱい買って、はい、で持ってったんですよ会場に。マンゴーのためにも軽減量頑張ったみたいなね。そうですそうです、はい、でもカットフルーツですよね、カットされてもこれみずみずしい、もうすぐ食べれるじゃないか、はい、もうすぐ水分がジュワーってね体に、はいはい、でなんか食べたらあれだった、全然違うフルーツ全然パパイヤ、黄色かそうですね、そうちょっとねパパイヤが飛びましたね、そうそうそうバレました、バレました、オチの部分が飛びましたね今バレたバレた、そうもうマンゴー食いたいと思って減量頑張って、ね、マンゴー食えると思って口の中に入れたらパパイヤこれこれみたいな、そうパパイヤってなんかウリみたいなやつですか、なんかなんかちょっと野菜に近いですか、なんだろう、ね、でも見た目は同じだよね、色とかはマンゴーみたいなんですけど、私の中では100%マンゴーだったんですよパパイヤってフルーツじゃないですか、フルーツですけど、フルーツですけど 見た目マンゴーっぽいんです、まあ、そうマンゴーみたいになんだろう、味が薄いフルーツって味じゃないんですよ、そうそうそう、はい、パパイヤの方がさあ、なんか現地の人が来てあこれ違うよみたいな、パパイヤだよっ て、うん、教えて、先に言えよみたいな、そうそうそう、がっかりでしたね、前に言えよ、うん、大変でしたよ、リカバリー、ね、暴れますわ、まあそんなこんで 大変な、道中だったって話ですよねもうあれですね、もう本当にあと40分は聞きたいところなんですけど時間が合わないんで、もう最後の質問しましょうね、はい、あの僕いろいろブログとか拝見したらやっぱり世界一って言葉がたくさん出てきたんで、やっぱり目指しているところはここなのかなっていう感じがしたんですけど、世界一やっぱなんかどうせね、生きてるなら一生に一回はちょっと世界一になってみたいな、あ確かに世界一になってみたいですね、うん、なれます平田さんが言うなら間違いない、平田さんが言うなら間違いない、なりますよ世界一、平田さんは正しいです、はい、世界一ですねまさかこんななんか軽い感じでコメント来ると思わなかった、しかも短くていやいやいや、でもなんかな、うん、なんだろう、ずっとスポーツが得意だったんです、はい、スポーツしか なかったんで、はい、何かスポーツで何かの競技でこうオリンピックに行きたいってずっと思ってたんです、はい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 、でも自分に合うスポーツが分からなかった、うん、でいやあれみたいな感じの時に柔術に出会って、もしかしたらこれでちょっと強くなれるかもしれないと思って、でいろいろやってたらなんか総合にたどり着いて、でそうもしかしたらこれが狙える競技なのかなみたいな、なるほど、
これこそ私の天職みたいな。柔術もね、相当強かったもんね。最近は出てないけど、あれだけど。なるほど。ドグラ真央さんからも、はい、なせばなると。なあ、ドグラ真央さんが言ってるんだから大丈夫です。間違いないです。間違いない。ドグラ真央さんの言葉ですね。なせばなるっていうのはきっと。なせばなるし。ドグラ真央さんは考えた言葉。考えた言葉でしょ。マジか。なるほど。いい言葉だ。いい言葉だ。初めて聞くけど、すごいなんか心に響きましたね。まあ、そんな B 選手がなんかちょっと、お知らせがあるとか。はい、お知らせがございます。はい、ずっとですね、空手をこうずっと指導してるんですけど、はい、この度あの常設の道場をずっと借りてやってたんですけど、常設の道場を、明日オープンさせます。場所とかどこですか？場所はですね、江東区の森下、森下駅で、はい、森下もよく行きますよ。マジですか？新宿線、大江戸線です、はい、で、ノラクロードっていうところがあって、ノラクロードがキャラクター。ああ、そうなんですね。商店街があって、はいはい、そこの端っこにこうあるんですけど、総合の練習もできるようにもうマットとか壁も全部やったので、ちょっとこれからはあの機会があったこう女子が集まって練習できる時間を作っていきたいなと思って。それでじゃああれですか、 B 選手も指導みたいなことされたりするんですか？はい、私は、まあ、メインは武道なんで、はい、空手の方を指導しますけど、はい、なんで、まあ、いずれ総合とかもちょっとずつこうクラスを作っていくかもしれないですけど。なるほど。じゃあそこに行けば大人も空手が習える。大人、はい、大人クラスを始めます。おー、なので BB メインに教えてもらえる。待ってます。会員待ってます。カモンカモン。犬市さんがおーって来てますよ。はい、あと犬市野良黒感もありますよね。そうそうそう、なんで知ってんの犬市。そう、森下の文化センターだっけなの目の前です。野良黒感の目の前です。犬市入会しろ。入会しろ。野良黒を見るついでにみんな武道もやるとですね。入会しよう。はい、で、まあ、女子の練習をしたいなっていうのがすごい強いんで。なるほど。そう、あの女子の総合の選手がみんなでこう集まって練習できる時間があったら、うん、なるほど、もっともっとこうね盛り上げていけるかな。なるほど。いいですね。じゃあちょっとこちらの方も、いろんな情報をちょっと楽しみですね。はい、その道場の、はい、そんなことですか。あっという間に、あっという間ですが、ちょっとまた聞きたいですね、いろいろ。はい、本日も高円寺にありますリトルウィングさんより公開生放送でお送りしました。名残惜しいですが、はい、はい、そして次回は来週6月7日20時からの配信となりますが、はい、ちょっとここで大事なお知らせがあります。なんですって。なんですって。平田さんが言うんだからこれ大事に間違いないな。ちょっと先週からですねちょっと軽く告知をさせていただいたんですけども、次週、6月何でしたっけ、7日のディープGS TV よりちょっとリニューアルをさせていただきたいと思います。で、まあ、具体的に言うとですね、ちょっと MC と、収録場所はちょっと変わります。で、MC なんですけど、まあ、多分僕がそのまま引き続きやるっていうのと、プレイヤーズ MC 的な感じでですね、どうしたの？風ですか？どうしたし、そこで残り3分で帰ってきました。3分しかないなし、引っ張るのか。巻きなし。ちょっと CM の後で、コスチューム企画にも協力してくださった、はい、谷山選手に、MC を。あ、いいじゃないですか。お願いしたと。いいじゃないですか。いいリアクションですね。いいリアクション、はい、いいそしてですね、はい、場所がですね、場所はちょっと今まで公開、収録をしたんですけど、ちょっとスタジオの方でやらせていただいたことになりましたので、公開録画なし。ただちょっとツイッターあとチャットでの、ね、チャットすいませんチャットでのコメントの方は今まで通り受け付けますので、こちらの方で皆さんぜひ絡んでいただきたいなと。そして、まあ、あと、まあ、もしかしたら今後また変わっていくかもしれないんです、その収録場所に関しては。まあ、朝銀さんも6月なかなか行けないっていうふうにおっしゃったんで、まあそれが大きいですね朝銀さんベースで、それが一番高いですね、
で、まあ、ちょっとあの茂木さんの方は今後はあの、まあ、ジュエルサイドのアドバイザー、あと多分レポーター的な感じでちょいちょいまた出ていただくっていうのと、ちょっとですね沼田さんの方はあの、まあ、毎週土曜日ちょっとこれから今後サウナに、ね、サウナに行かなきゃいけなくなっちゃう。いやサウナ部募集してますから。サウナ部募集したらだって見てくれなくなっちゃう。女子でもいいですか。女子一緒に入れるところもありますけどね。今日混浴サウナみたいな。あります。あるんだ。そうなんですか。ちゃんと来てですけどね。当たり前でしょ。終わったら教えてください。その情報。まあちょっと僕のツイッターとかに一応言ってくれれば、はい、情報は随時、はい、沼田のツイッターで、まあ。まあ男子ファイターとかがいたりするんで、まあ、格闘技の話とかもできますよ。サウナ部に勧誘してるぞ。なぜか。まあそんなこんなですね。まあ、当時まだその全然ディープ GS が始まった当初は選手はなかなかメディアに出る機会がないという状態で、まあ、選手のちょっとキャラクターを知っていただくために、スタートした番組なんですけど、ちょっとリニューアルして初めて見ていただく方にも、女子の総合格闘技っていうジャンルに興味が持ってもらえるようなちょっとそんな番組にしたいなと思ってますので、はい、皆様引き続きご視聴のよろしくお願いいたします。はい、そしてお願いします、朝木さんお願いします。そして、はい、次回のゲスト言っちゃっていいですか。お願いします、はい、次回そのリニューアル後初のゲストはアミバ選手です。よろしくお願いします。今後も温かくお見守りください。お願いします。乱入、はい、乱入って形でいきますね。はい、ぜひサウナ入る姿で、ね、葉っぱをつけてね、はい、というわけで負けていきます。本日のゲストは BB メイ選手でした。視聴者の皆さんも観覧の皆さんもいつもありがとうございました。今後も応援よろしくお願いします。感想コメントありがとうございました。コメントもありがとうございました。終わったら全部読んでますんで、はい、次回来週6月7日20時にユーストリームでお会いしましょう。それではまた来週、さようなら。ありがとうございました。